カーは前山、誰に合わせるか。さあファーサイドヘディングシュート、決まりました。アリゾノ、またしても盛岡戦でゴールを奪ったアリゾノ、後半の30分勝ち越し、貴重な貴重なチーム3点目です。前回の第4節でもゴールを奪ったアリゾノですが、今回は勝ちを手繰り寄せる貴重な3点目を奪いました。ファーサイドピンポイントでコースを狙っていきましたアリゾノ。これで今シーズンアリゾノ